ですね、試合の準備が整いました。始めてまいりたいと思います。波動ファイト。まずはオルカのステータスからご紹介していきましょう。1番奥川ニョカ選手3241、真ん中白黒選手1135、1番手前ヤハル選手が5311です。対するラフモンスターズ1番奥川伊賀八選手3331、真ん中タコちゃん選手1135、そしてスグル選手が4321となっております。さあお互いにですねアタッカーとタンクを積んでいますが、伊賀八選手がまずは一発 KO、 一発 KO で点数を取っていく。残り時間は40秒、半分を切っている。ここで2枚目のシールド、さあ2枚1135のシールドを使ってきたところ、ラフモンスタータコちゃん選手が1枚のシールドでカバーしていきます。同数になりましたね、シールドが。そして1枚張ってタコちゃん選手が前に張ることで、スグル選手が前に出れる。1点を取っていきます。残り時間は20秒。さあうおすごい、ギリギリの1壁、伊賀八選手が斜めからカバー。さあ残り時間は10秒を切っている。オルカはなんとしても2点を取っていきたい。だがしかしラフモンスターズ逃げ切れるのか。残り時間は3秒、すごい駒だ。さあ試合終了、0対2、ラフモンスターズの勝利です。おめでとうございます。